ちゃおう。チャオ、あっちゃんです。エンゾフェラーリとりあえずね濡れたんで、次ミニの下塗りしていこうかなと思ってね、いろいろ色を見てたらないのよ。まあね、ボディとかの下塗りはね、とりあえずね何色を塗ろうかな悩んでんのよね。で黒でとりあえず塗装をしようと思ってる、だからええねんけども、あ、パーツ持ってくの忘れた。足らんわ。もう一回取る。ボディパーツはグレーにしよう。ボディじゃない、シャシはグレーでいいねんけど、グレーが固まってんのよ。まあそんなんどうでもいいんやけど、ホイールを、ブロンズにしようと思っとった。だから、ブロンズがないのよ。もうゴールドでいいかな。ゴールドが目の前にあんねんけど、固まってる。ってことでね、またね、ミニはちょっと当分先っちょになるかもわかんないけど、でね、エアークラフトグレーっていうのね、固まってるから黒いなぁ。こっちかな、見えへんシャーシやねんけどね、とりあえずこだわりたいのよ。あー、結構固まってるなぁ。どうかな、シンナー入れたら控えるかな。お生き返るぞ。跳ねる。なんかね、よく寝てたら戻るかも。シャーシのグレーはいけるかもね。昔ね、プラモデルにはまって塗料って結構ね持つんよね、だから余裕のある時に、小遣いある時にね、いずれ使うであろう色を買ってたのよ。でやらんかったら固まってんのよ。まあ溶剤はね蒸発するから、蒸発せえへんかったら、溶剤蒸発せえへんかったら塗料固まらへんからね。溶剤が蒸発して塗料が定着するのね。でも瓶の中に入れといてある程度蒸発はせえへんねんけど、長らくね高温にさらされてると固まっちゃうの。でもね、いつも住んでるお部屋とかにね置いといて、ちゃんと温度が一定温度やったらね、なかなか固まらへんねんけどね。この3階生活してません。はい、で真夏はすごい温度になるんね。はい、自然発火してライターが爆発するぐらいの温度にはなるはずです。ある程度ね、こなれてきたぞ。これでもうちょっと無理しないでしょうかね。はい、ということでね、ブロンズがあれば、ホイールはブロンズに塗りたいねんけども、入れすぎたかな。あ、いい感じのグレーなんだけど、なかなかね。ああ、椅子に座りたいけど椅子に座れないのよ。ちょっと座ろう、片付けて。はい、ちょっとね、はい、汗かいてきたよ。結構今日暑いね。暑くはないと思うんやけど、暑いのよ。まあでもね、20度はぐらいあると思うよ。さっきね、園芸してた時思って、ちょうどそこベランダな、うちのあっちゃんガーデンそこやねんけどね。このガラスの向こうかんだけど、そこはね、今日夕方、18度ぐらいやった。18度か、ぐらいあったから、多分お部屋の中20度ぐらいあると思うよ。おー、なんか使えそうな感じに溶けてきたよ。はい、これを
綺麗なグレーだ。うん、うん、いい感じ、いい感じ。はい、ではこれを使いたいと思います。これね、振ってシャーシに塗るんやけども、シャーシにもうちょっと塗らんのパーツあんのよ、取ってくるわ。ちょっと待っててね。